ジフルコルトロンは合成ステイロイドホルモンの一つ。キッソー酸ジフルコルトロンはステロイド外用薬として用いられる医薬品で商品名ネリゾナ、テクスメテン、ネリプロクト。日本での格付けで5段階中4のベリーストロング。キッソー酸ジフルコルトロンはステロイド外用薬として用いられる医薬品。日本での格付けで5段階中4のベリーストロング。 日本で使用されるのは、ネディゾナ、テクスメテンなど、軟膏、クリーム、ソリューションがある。適応症は、湿疹、皮膚炎、手のひら足裏の放症、感染など。実質溶剤としては、ネリプロクトがある。吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では、長期連用しないよう注意し、顔へのベリーストロングのステロイドの使用は、推奨されない。 ヒドロコルチゾンの誘導体である、従来の副腎皮質ホルモンと異なり、コルチコステロン誘導体であり C-17 位に、水産元がない。全米皮膚炎学会によれば、ステロイド外用薬離脱の危険性を医師と患者は、知っておきべきで、強いステロイドの連用は2週間までとし、その後少しずつ前減して減らしていくとした。血管収縮作用、不臭抑制作用、 浸出液抑制作用及び肉画像食抑制作用。動物実験の結果、コルチコステイロンの抗質作用は、ほとんどなく、既存の合成グルココルチコイドより柔軟し、数十倍糖質作用が強力であり、しかも人皮膚から血液への移行が少ない。ありがとうございます。